ネザーとエンドはどうなってるんですかというコメントです。例えばですね、私が今後世界征服を進めていくにあたり、なんだったらチャンネル登録の方もよろしくね。まだ見ぬ土地を求めて突き進め、このワールドの全てを手に入れろ。目標は全バイオームでの建築だ。いざ世界征服クラフト。はい、どうも皆さん、バグリでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました、世界征服クラフト、イエーイ。ということで、まあ、前回はですね、いろいろとうちのワールドのこう自慢的なところをね含めた、無限化できませんでしたけど実はできましたみたいなやつだったんですが、まあ、今日もですね、ちょっとまあ息抜きまったり企画じゃないですが、ちょっとね、世界征服クラフトについてある程度、まあ、説明はしてるんですが、やっぱ全員が全部見てるとは限りませんので、まあ、そのあたり今日は、掘り下げていこうかというふうに思っております。それでは本日も世界征服やってまいればしょ。はい、ではですね、もう今日はね裏ございませんので、サッカーで回します。サッカーで回していきたいと思います。まあ、どんなものが出るかというよりもですね、まあ、今日はおお、さあ、いきます。リセットかけて早速回しましょう。クロマグロが何段のかみたいな気になっている方いらっしゃると思いますが、多分ね、視聴者枠のねショート動画みたいなの出したと思うので、ストップ、そちらで今何があるかっていうのを確認していただいてですね、コメントいただければと思っております。皆さん同じのをね、たくさんくださるので、さあ来い。ほう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 、そうきましたか、そうきましたか。まあまあ、いけんじゃねとは思ってます。マジで何やってんだろう。はいはい、いや、ほらほらほら、どうも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 、どうもどうもどうも、ほらね、こんな感じで、こんな感じで今日はよろしくお願いいたします。さあ、ということで、まずね、世界征服クラフトについてのご報告ございます。はい、すいや、おやす。あのね、50種類のバイオームを征服しようということでございまして、進捗のですねこちらです。今ね、もうすでに50分の46箇所発見している、この50種類を全てをやろうということでございまして、この50種類っていうのが、全てオーバーワールド、つまり現実世界のものとなるわけでございます。今で4種類かな、征服しているので地図見に行きましょう。うちのコレクションを見てくれ。はい、このようになっておりまして、雪原、この間やったやつですね。で、本拠点、吹きさらしの砂利の丘、そして、タイガー2つ目ですね。そして吹きさらしのサバンナの後に雪原ということで、今4つ今、征服しております。で、この謎のゲートっていうのが初期リスであって、これエデンへのゲートとなっております。まあ、そんな感じですね。こう地図見るとよく分かりやすいですね。で、あとだから、46箇所、これからやっていくわけなんですが、たまにはこういう息抜き企画もあるんですね。ちょうどいい、ちょうどいい感じの手が暖かくて、この寒い時期に、ね、逆にありがたい的なね、足張りをいただきましたが、でよくあるコメントがですね、皆さん、まあ、何よりもコメントたくさんいつもありがとうございます。縛りコメントがたくさんいただいておりましてね、ちょっとその辺もどうにかしたいなと思っております。皆さんにねもうコメントしていただくというのは手間なことでございますからね、そこも考えていきたいなとも思っておりますし、今後もですね手こいでしつつやっていきたいと思います。で、ネザーとエンドについてなんですが、まあ、昨日もねちらっと、入ってお見せしたと思うんですが、まあ一応ですねネザーでつなげるのもこう世界征服クラフトの、クリア条件の一つであり、征服条件の一つであります。なので一応ですね念のため、まあ、軽い道を作ってですね、各地にこのようにネザーゲートを張り巡らせ、まあ、ここが吹きさらしの砂利の丘であり、でここがタイガですね、はい、タイガーバイオーム、あー村人はここ一人います、あれですね、はい、3つ目がどっちだったかな、そうだな。でこの先にあるここもね個人的には結構気に入ってる場所で、吹きさらしのサバンナですね。こういう感じで、いろんな建築を、各バイオームに、その各バイオームの特色のものを使って建てていく、で征服条件といたしましては、ビーコンを建てること、そして、旗で地図に名前をつけることでございます。
先ほどご覧いただいた地図の名前ついておりましてね、なので4箇所すべてビーコンを設置しておりますし、あそうだ、あとね、もう一つ条件としてゴーレムを呼ぶことなんですが、あいや言いました、ね、言いました、ね、いなくなってると思って言いました、ね、言いました、ゴーレムを4体召喚したり、細かい条件があったりするんですが、そんなことをですね改めてまたこの動画でお伝えしたいなと思っております。でまたこう1年間続く企画ですので、また途中でですねまとめ動画みたいなのもちょっと考えていたりして、まあ、どういう形態がいいかなっていうのをまた、相談しながらやっていこうと思います。ここが雪原ですね。個人的にはね、あの他の拠点はね割とね90点台なんですが、ここはね80点台をつけてます個人的にねもうちょっとできたななんて思いながらね、まあ、一応すべての条件を満たしているわけですね。あそうだ、条件としては一応敵が入ってこれないようになっている、脇が潰されていて、ちゃんと敵が入ってこれないようになっている、それは拠点と言えるのではないかということで、そこも条件として含めております。でもう一個が建物の大きさがねワンチャンクを超えていく。 F3 と G が押せねえ。 F3 と G、 あできたできた、天才かよ、 見ずにできたわ。 F3 と G、 このワンチャンクの、スペースを超えていくこと、うん、も、最低条件の一つになっております。メザーやエンドについては、全く触れないのかと、いうことなんですが、やっぱりネザーに関してね触れてかざるを得ないから、こうやって触れてますよね。ネザーゲートでつなげるのも一つの条件の一つ、征服するのにあたって結構条件が複数あるんですよ。なので、まあまあまあ大変ではあるんですね。であともう一箇所エンド、これ昨日ね、動かなかった砂無限の場所なんですが、はい、現時点この現撮影時点でまだ砂無限が動くようになっておりません。はい、絶対にここで寝てから行けよ、はい、ちゃんとリスポーン値設定して、はい、エンドの方行ってみますが、エンドの方もですね最低限のね、工夫というか装飾的なことはさせていただいているような状況でありますが、まあ、拠点としてねやっていくのか、征服していくのかと言われると、現時点ではその予定はありませんが、例えばですね私が今後世界征服を進めていくにあたり、もしかしたら9月10月あたりにもしかしたら征服し終わるんじゃないかと、今のところ予定としてはないですけど、もし早く終わっちゃった場合はエンド、ネザーも、追加していくようなことも、考えております。うん、ここネザーことネザーに関してはですねやっぱりちゃんとあの敵の湧き潰し等もやっていかないと結構まあ危険なので、そこはですねちゃんとやっていきたいなっていうのがあります。今のところこうつながっているところでだいたい道は舗装されてるんですが、完璧に舗装されてはいないので、周りこれでガラスをね、囲っていったりとかも、やりたいので、それはですね砂無限が動き出してからやろうかと思います。あえて動画内ではしません。あ、そしてもう一点、これ世界征服クラフト、もう皆さん知ってくれてるとは思うんですけど、あの裏クラっていう形でそちらもですね生配信でね、割とミルダムの方で頻繁に行っておりますのでよろしくお願いいたします。で裏の方でね結構大きいこともやったりしますのでね、まあ、裏が一つのコンテンツになっちゃってるようなそういう企画、それが世界征服クラフトだと思ってください。ただね、もちろんミルダム絶対見る必要はございません。YouTube の動画を見ていただければですね世界征服クラフトの奇跡は皆さんご覧いただけるようになっておりますので、安心して YouTube の動画の方をご覧いただいて、何だったらチャンネル登録の方もよろしくね。まあ、せっかくなんでね、この非常にいろんなことがやりづらいこの状態でネザーの舗装を進めていきましょう。布がねこれあのパジャマでねちょっと毛布生地なんですよね、ちょっとあったかすぎる。であとで、ね、マウスの動かしが動かせる範囲がねすごく狭くなってしまっているので、何気に大変だと思うよこれからの作業。前もまあ動画でこのネザーの中へのネザーの道の舗装をやりましたけど、今日はこの状態で、やりますので、ご評価のほどよろしくお願いいたします。待て、なめんな。で並べていく場所、ちょっと待って、よいしょ、おーナイス回転。今ね気になった場所があるでしょ皆さん、これは下に降りられるようにこれ階段つけたい、これも今日やってしまいたい、覚えてたらやりたいけど、覚えてたらやりたい程度になっている。よいしょ、よしよしよし。まずはこれで、レンガ階段を、そうね、2つぐらい作って、降りていきましょうか。これ下からつけた方が、ね、楽なんだよ。やばい、操作ができん、すみませんでした。マウスの操作ができなくて、夏。いや夏じゃない、暑いから夏って言っちゃったわ。いや暑いんだよ手元が。
よし、真ん中だけ色違いの深層岩の、階段をつけていきます。ほら、やっぱ1スタックちょうど、1スタックで1余り、すげえ、そんなことあんの。じゃあこれ2つで、あ、ここに階段あんじゃん。はっ、やばい、調子乗んな。こういうところの階段マジで大事ですからね。こうです。あと今回の勝者さん縛りが、まあ、未来でプレイしてくださいということで、まあ、なんとかなるかなと思ったんですが、確かね、いろんなコメントがある中でね、あの、画面見ないでプレイしてくださいとかマウスを反転させてくださいとか、キーボードなしでやってくださいとか、物理的にやばいのがね、結構あったりするんだけど、無理だ。よいしょ。はい、階段がつきました。はい、で次がこちらでーす。ここね、ずーっと気になってたと思うんだけど抜けてんのよ。ほら、よいしょ。はい、これで安全になりました。じゃあ、ここからはですね、ちゃんとこの状態でやりますので、リップちゃんにお願いしたいと思います。リップちゃん、これからも世界征服クラフト応援よろしくやで。なかなか慣れないわこれ。やればやるほど布がまとわりついて大変ということでね。はい、ネザーの中の、ネザーゲートが用意してあるところもう全部道がつながりましたので、まあ今後ですね、まあ、拠点を制圧する一つの条件に加えてもいいかなと思います。厳密にね、やるというよりは、まあ、個人的な目標といいますか。はい、だからといってペナルティーになんか誰かがどう、ちょっと待ってや、じゃあこうかあれ、ちょっと待って、これもう一個向こうか、これこうか、はいアイテム捨てるボタンがね探せませんね。な、要するにここ道を作るのも加えてもいいんじゃねえかという話でございますね。でこの周りを全部ガラスで囲って、やっていこうかなとも思ってますし、最終的にまあネザーの中をですね、めっちゃだだっ広い空間にしてっていうのもいいかなとも思ってんだけど、まあ将来的に50箇所つなぐわけだからすげえややこしくはなると思うんだよな。なんかその辺も妙案あればお待ちしておりますということでね、本当に、今日は薄味の、お知らせ動画ということで、少し、ネザーの舗装などをご覧いただきましたが、ネザーとエンドに関しては現状含まれていない、そういう認識でよろしくお願いいたします。改めまして今後とも世界征服クラフトの応援よろしくお願いいたします。あ、カメラ間違えた、よろしくお願いいたします。Oh no.